ゆくきん TV エビデイ。ハレユーチューブ。はい。今日皆さんにご紹介するのは、先日の声優のデリバリーなのに、全国の美味しいもんが届くやつで頼んだ、佐賀牛カレーです。で、もうご飯用意してかけたんだけど、美味しそう。とても。お値段高かったんだっけ？でかい肉が。1,2,3,4 あとちょいちょい4個か、まあ、うん、ちっちゃいの絶対うめそう。行ってみたいと思います。お値段高かったっけ？高そうな、もう見た目もうね、クソ汁と予備でダマ目焼きレンチンでゲラーカも置いてんだ。肉がもう十分あるだよね。中身がこうと分かんなかったから、まあ、鶏肉はいっぱい食ってもいいだよ。うまっ。私、ビーフカレーが好きなんだ、牛肉が。うん。で、これ、佐賀牛か。うん。うまっ。うん。うんうんうん。うまいな。本当にうまい。これね、今まで適当に東急ストアで売ってる、いろんな地方の、いろんな高い、肉すごい多めに入ってますせ、カレーのどれよりもうまい。本当にうまい。なるほど、高い。1000、ここに書く。うん、税抜き1020円。まあ、それでも、近所の東急ストアにあったらまた買うなってぐらいうまい。あ、だから、うん、声優のこれでまた送料無料で、何かどうしても欲しいもんがあったら、うん、覚えとこう。うまっ。牛肉がすごいいい牛肉で、それもまあまあおそらくとろけすぎて溶け込んでる牛肉の味もする。うまっ。うん、うん、うまっ。唐揚げがトゥーマッチなぐらいだ。肉が十分あるから食うけどね、チンしちゃったから。うまっ。何これ。うん、うん、うまっ。最初からうまい。目玉焼きも唐揚げもいらなかったぐらい。主役カレーが、うん、おそらくくぶくに 100%また買います。高いけど。久々の当たり屋で登録してね。うまい。